お察しいたします陛下。この宋孟徳なる者もあの董卓と同じく不敬不忠の徒であろう。そうお思いになるのも無理からぬこと。違うと申すか。陳をいただくと見せ己の野心を果たす、それがそなたらであろう。野心、確かにこの私にも野心はあります。人は欲で動き心で惑います。欲も心も律さねば世を乱すもの。この乱世の有様はまさにそれと言えましょう。私はそれを良しとはいたしません。故に欲と心を力で制し、断りで律し、もって天下を正す、それがこの宋孟徳の野心にございます。力と断りで天下を、世の形を作るというのか。まさしく。そしてその天下の頂には犯すべからざる力と断りの象徴、陛下が必要なのです。乱世に過ぎしを求めるよりもそなたと共にある方が良いのやもな。ならば曹操、我が臣として世を正してみせよ。仰せのままに。